動画解放群、楽しいレビューです。EC テクノロジーの提供です。まあ、今日は Bluetooth のヘッドホン、イヤホンですね。ただ最近の Bluetooth のイヤホンって、デザインはスポーティーでも、音作りとかはスポーティーじゃないんですよね。どういうことかというと、最近の製品、基本性能は上がってて、すべてが本格的なんですよね。本格的なリスニングに耐えられる。いわゆる高級路線の保守的な音作りですね。本当に帯域がフラットで、 原音再生に忠実。でも、スポーツやるときって、リスニングじゃないんですよ。もう、スポーツを盛り上げるための BGM。まあ、人によっては、人によっては、苦しいトレーニングを紛らわすため。または、自分のやる気を上げるための音楽として、ヘッドホンを使ってる。そういう人にとって、原音再生。あまり必要ないどころか、いらないんですよね。今回、EC テクノロジーから提供いただきました、スポーツヘッドホン。これまあ、デザインはまあ、 最近のスポーツと言われているもの。それに共通してますね。実物こちらですね。こスポーツ用のこのホールドするゴム。それときつめのイヤーキャップ。間に何もついてない。そういう設計ですね。つけるときも楽ですね。防音性というか遮音性も結構ありますね。首振っても取れにくいですね。ただもうさっき言ったように、これ、まあ、結局音質は本格的だろう。 実はスポーツに特化した音のチューニングになってるんですよね。とにかく低音がすごい。そして高音はあまりキンキン言わない。まあ、ちょっとなぜドンシャリじゃないのかな。ドンだけどシャリじゃない。まあその部分がスポーツと高音質の妥協なのかなと思いますね。あの聞いてみた感じ、まずクラシックのあの大編成、そのダイナミックレンジを味わう。そういう部分ではダメですね。なんかあの細く繊細な音は持ち上げられて、 それでバーンという音は押さえつけられる。それこの押さえつけられるという部分は共通してますね。大音量が入るとグッと押さえつけられる。それと低音、あのシャープな低音、電子ドラムのようなシャープな立ち上がり、ポピュラーミュージックのバスドラムみたいにミュートされたもの、スネアドラムのターンという音、そういう音の立ち上がり、気持ちいいですね。ボーカル、コーラスみたいなものはちょっとボヤーっとしますね。それオンマイクと言って、ベタベタに口をつけて収録してるもの。 そういうものはすごくまとわりついてくる感じがしますね。スポーツやってるとき、そういうのは気持ちいいんですよね。なんかかすかに音が聞こえるんじゃなくて、スポーツクラブのスタジオがあるじゃないですか。あそこ、決して原音再生に忠実なセットじゃないですよ。スポーツを盛り上げるために低音どんどん響く。あ、そう、確かにスタジオの音、スタジオってあの、フィットネススタジオとかの音、低音がボン、ボン、ボンって響いて、ボーカルとかがはっきりする。高音のキンキン感。 それは抑えられてるんですよね。なんか分かってきましたね。このヘッドホンのコンセプト。フィットネスジムのスタジオですよ。あのスタジオの音。まあなんか、スタジオ品質と言うと、なんかモニターヘッドホンとか、レコーディングスタジオみたいな感じがしますけど、フィットネススタジオの音です。あの音です。あの音が楽しめますね。あとギターとかも、結構粒がはっきり聞こえますね。まあなんかちょっと、作りすぎかなって感じがしますけどね。 だから最初に言っときますと、原音再生じゃないです。これは。もうスポーツを楽しむための音作りになってますね。だから、普段家ではじっくりリスニングしたい。その、そのヘッドホンは別に用意しといて、ちょっと外でウォーキングしたい。ジムで使いたい。そういう人はこちらをお勧すすめしますね。もうヘッドホン、お求めやすい価格ですから、用途に合わせた方がいいと思うんですよね。まあ本当の高級ヘッドホン、あまりフィットネスに持ってきたくないですよね。 まあ、汗で汚れてしまうという可能性もあるし、落下させてしまう危険性もありますね。それよりそんな高価なものをつけてて、フィットネス3万になりますよね。だから専用のヘッドホンを用意する。その時も、原音再生に忠実なものじゃなくて、フィットネススタジオの音作りがされた、このヘッドホン。これをお勧めしますね。まあ今、なんかオーディオというと、原音再生。まあそっちの方になってますけど、それ以外の楽しみもありますからね。 用途によって使い分けないと本当にいい音楽しめないと思います。EC テクノロジーのヘッドセット。ぜひフィットネスに役立ててください。